お疲れ様です。リック学会です。今日はですね、私の水槽のですね、生態の紹介動画ということになります。というのが、最近見始めていただいた方もいらっしゃるでしょうし、最近そういえば自分の水槽何がいるのっていうのをしばらく出してなかったんですよね。なのでこのあたりをですね、ちょっとお話しして、可能な範囲でね、金額なんかも、店売りのね、価格なんかもご紹介できたらいいかなと思ってますんで、よかったら最後までご覧ください。それでは本編の方にどうぞ。はい、ということでですね、やっていきたいと思うんですけど、私の水槽は、ご存知の方がたくさん、見ていただいている方はいらっしゃると思うんですけど、主に、アロワナをね、メインに飼育しているということになります。でこのアロワナもね、最初は1匹だったんですけど、徐々に増えていって現在5匹ということになるんですね。でこの1匹目がですね、こちらの今映っているメインに映っている交流で、これがね、アルキマという交流になります。でこちらはですね、千葉県は松戸市のアクアルビーさんでね、取り扱っておられる個体ということになります。お店の特徴をね、ここで申し上げさせていただくとするならば、迫力体験にね、非常にこだわったお店ということで、老舗のね、アロワナショップさんになります。で私はね、高校生の時に雑誌を見て、そこにね、載ってた、アルティマが非常にかっこよくてですね、これをいつか買いたいと思ってね、購入したのがこの最初の1匹のアルティマということになります。ちなみにこちらはですね、ロビンファームのアルティマになりまして、販売価格当時確かですね、40万弱だったかと思います。およそね、40万と思っていただければいいんじゃないかなと思います。はい、続きましてもね、アロワナ、レッドアロワナのアルティマになりますね。これはね、同じく松戸のね、アクアルビーさんで購入させていただいたアルティマなんですけど、先ほどのね、個体とちょっと違うのがね、分かっていただけるかなと思うんですけど、少しね、体型に特徴があります。アクアルビーさんではですね、コング、ステゴとかね、ピットブルとかと、そういうね、名前でブランドを確立して販売されているんですけど、こちらね、ステゴタイプといって、背中がね、盛り上がるようなね、体型の個体になります。私がね、購入したのは平成最後の日ということで、今令和が6年になりますんで、この子はね、そろそろ、6年、来た時にはもうすでに35センチぐらいありましたんで、多分7歳くらいにはなるのかなと思いますね。ちなみに先ほどのアルティマ、ロビンさんの方に関しましては、およそ7、8歳かなというところですね。でこちらの子が、さっきのね、アルティマと違ってちょっとね、全体的に背中なんか黒くて、あと鱗の方はね、内側が黒くて縁が赤いというようなね、特徴を持った個体になります。でちなみにこの時のね、この子の店売りの価格が、およそ60万ということになっております。ヒレもね、非常に長くてお気に入りの、個体です。はい、それでは次行ってみましょう。はい、3匹目のね、アロワナになるんですが、こちらがですね、八王子にあります、アクアリウムプロショップピンポイントさんで購入させていただいたダイナミックレッドですね、ディナミカファームの、お魚ということになります。でこれはですね、以前ですね、ラフレシアさんに輸入があった際にね、非常に1匹だけ気になる青緑がかったね、1匹だけすごい特徴を持った個体がいたんですよね。でそれがどうも気になっててね、気がついたらね、ラフレシアさんからピンポイントさんに移っておりまして、ピンポイントさんの方で、改めて購入させていただいたということになります。小さい時はね、非常に本当にね、さっき申し上げたように青緑がかってたんですけど、だいぶね、大きくなって、立派にね、真っ赤に、育ってきてくれてるんじゃないかなと思います。まだでも3年ぐらいだったかな、2年か3年ぐらいなんで、これからね、まだまだ大きくなってくれるし、色もね、出てきてくれるんじゃないかなと思ってます。現状で多分40前後というところじゃないかなと思いますね、サイズについては。ちなみにこちらね、販売価格はうろ覚えなんですが、確かね、15万8000円ぐらいだったかなと思います。ということでね、ダイナミックレッド3匹目の交流ということでね、映させていただきました。この縫い目のところもね、結構赤く入ってますし、今後ね、期待していきたい交流です。
はい、続きましてこちらメタルレッド F3 になります。これはですね、購入したんじゃなくてね、プレゼントしてもらった交流ですね。これをねプレゼントしてくれたのがツイッター現 X のね、有名なアクアリウムのねアロワナをたくさん飼育されているカミーユさんですね、からプレゼント企画がね当時ありまして、応募したところ当選させていただいたと、まあ、いうことになります。で来た時はね20センチ25センチぐらいだったかな、まあ、まだね幼魚の、面影を残すようなサイズだったと思うんですけど、今ではね先ほどのダイナミック同様かそれよりちょっと大きいかなぐらいのねサイズ感に育ってくれています。でこちらの子はね、まあ、はっきり言ってちょっとねメタレがあるんですよね。こう見ていただくと分かると思うんですけど、まあ、これはねもうしょうがないんですけど、まあ、ちょっと目が垂れてしまっている部分がある。ただ全体的にですね発色の面積が非常に広いのかなと思っています。もしかしたらこの F3 がこの中で一番面積自体は広いかもしれないですね。まあただ背中の方はね今徐々に縁の部分が赤くなってきているというような状況で、顎下はちょっと暗くて見えないんですけど、まあ多少ね、赤っぽくなってきてくれてるかなというところですね。まあこれはまあプレゼント個体ということなので、お値段の方はね一応店売りで確か24万8000円か25万ぐらいだったかと思いますので、まあ、それぐらいの、ね、価格帯で販売されていると。これも飼育して多分2年から3年ぐらいになる個体になると思います。それではね次の魚行ってみたいと思います。続きまして5匹目の交流、これはですね埼玉にありますラクレシアさんで購入させていただきましたメタルレッド F4 になりますね。当時は35センチぐらいですごいメタリックな、ね、個体だったんですけど、今これ見てもらうと分かると思うんですけど、一番ドス黒いというかこの赤の質濃さがね全然違うんですよ。体全体がねもう血が流れてるというか血が出ちゃってるんじゃないかぐらいね赤らんでる感じなんですよね。これちょっと、まあ、レンズを通して見るのと生で見るのとではまた多少違う部分があるんですが、この顎下のあたりもねもう赤くなってきてるんですよ。これちょっとね暗くて申し訳ないんですけど端っこの方でね、これでもさっきの子とかとね同じ環境で撮ってるのにこんだけ黒く映るっていうのはね本当に黒いんです。この子ドス黒い、この赤の質がねさっきまで映ってた、まあ周りの個体とね比べても全然違うの分かりますか。もう鱗だけじゃなくてねこの胸びれも赤いしね、後方の3ひれもちょっとね、まあ、傷こそついてますけどだいぶ赤い。いやこれはね我が家でね一番赤い個体といっても差し支えないと思います。まあもちろんね赤いのはねまあいいんですけど、他の子もね同じように気に入って飼育はしてます。まあ同じように赤くなるという個体がねいるわけでもないんですけど、まあその辺はね、この子はね間違いなく一番赤いと思いますが、まあ他の子とね同じように大事に育てていると、まあ、いうような、ね状況ですね。ちなみにほらこのお腹の下の方もねちょっと暗くて映りにくいですけど赤いんですよ。もうこれびっくりするでしょこれ。いやーなかなかねここまで赤い個体を自分でねこう飼育できるっていうのはなかなか感動ですよね。ただですよ、あくまでもちょっと引きで映りましたけどこの混影環境で飼育してこれなんですね。だからね単独飼育だったらねこの子どんなことになったのかと思うとねちょっとね末恐ろしい個体じゃないかなと思います。まあこのねメタルレッド F4 もねだいぶ気に入ってはいるんですが、ちょっと難点を挙げるとしたら頭のこの腕の方にねポチッとおできみたいなのが今見ます、できちゃってるんですよね。これはね今後ねちょっとまあ福井さんと相談してねどうにかこうにか処置できたらいいなと思っているところです。まあ、こう見比べてね他の交流と見比べてもらってみると分かると思うんですけどだいぶ違いますよね色は。まあ、ダイナミック今ね横切ったダイナミックとかこのアルティマもね綺麗なんですけど、やはりちょっと赤の質が違うのかなと、まあ、いうところがね伺えるんじゃないかなと思います。はい、それではねアロワナの方は5匹紹介終わりましたんで、できる限りちょっと他の子もね紹介していきたいと思います。あ、ちなみにこの子はですね店売りで60万円の個体ということになりますのでよろしくお願いします。はい、続きましてダトニオプラスワン、こちらですね愛知県のレイスさんからね購入させていただいた個体になります。これもね私の飼育技術のせいでちょっと
バンドがね、なかなかくっきりはっきりは出てないんですけどね、ものすごく柄の綺麗な子なんですよ。これね、見ていただくとね、ちょっとわかると思うんですけど、これをね、綺麗に発色させたいんだよな、本当は。まあこの子のね、特徴としてはね、餌、人工飼料はなかなか食べてくれなかった。これはまあワイルドの特徴なのかもしれないですよね。こういうところはなかなかね、そこがネックですよね。ただね、生き餌じゃなくて、あの冷凍餌さんならね、何でも食べてくれますね、今のところ。まあ例えば冷凍土壌、あとはなんだ、冷凍のワカサギだったりとか、冷凍エビ、冷凍エビは大好きですね。ただね、川のエビ限定なのかな。あの無頭エビって、要するに海のエビをね、頭取ってあるエビあると思うんですよね。スーパーなんかでも売ってると思うんですけど、あれはね、あんまり食べなかったですね。まあ、この子もね、来た時が15センチあったかな、10センチぐらい前後だったと思うんですけど、今ではね、もう25センチぐらいに育ってくれています。あ、ちなみにすいません、こちらがね、当時の販売価格にすると6万5千円だったなと思います。はい、それでは次の魚行ってみたいと思います。はい、続きましてですね、こちらもダトニオなんですが、今隠れちゃって出てこないな。リアルバンドなんですよね、あ、出てきた出てきた、こちらもね、同じく、愛知県のね、レイスさんで購入させていただいた個体ということになります。この子もちっちゃかったな、だいぶ。来た時10センチぐらいだったんですよね。で、最初エビ食べるっていうからあげてたら、なんか食わないなと思ってね。まあ、横井さんに相談したら、それもしかして、あの、川エビじゃないの与えてませんかとかって言われて、確かに無頭エビだったんですね、さっき言った。だからまあ、その辺のね、好みっていうのは結構、人間じゃね、同じエビだろうと思うんですけど、やっぱり違うんですよね。まあ、あの、海のエビはちょっとね、塩が入ってたりとかして、多分味が違うのかもしれないですね。川エビをね、与えたら問題なく食べてくれて、バクバク、バクバクと。今これね、30センチぐらいあるんですよ。ちょっと奥行っちゃってんでね、分かりにくいんですけど。なかなかね、手前に出てきてくれない。この子もね、何しろちょっと色がね、バンドはね、すげえ綺麗なんですよ。すごい綺麗なんですけど、ちょっとね、あの、この水槽の中では出てくれないのが少し残念です。まあ、水替えとかね、したりすると結構綺麗になったりするんですけど、今ちょっと水替えからね、時間も経ってしまっていて、ちょっと元気ないなっていうことですね。まあ、ちょっとね、見えにくいんで申し訳ないんですけどね、なかなかね、表出てきてくれない子なんで、こんな感じでね、失礼できればと思います。ちなみにこの子はね、購入当時12万だったかなで、販売されていたかと思います。はい、続きましてね、まあ、泳ぐ系というか中層系で、スポッテッドガーですね。これはね、帰省前に、まあ、買った個体なんですよね。当時何センチ、20センチあったかな、10何センチだった気もするんですけどね。まあ、あの、昔からね、ガーは大好きだったんですよ。90センチ水槽で飼いたいなんて思ってた時期もあったんですけど、まあ、当然ね、これ50センチぐらいになるんで、まあ、その当時はね、昔大学生の頃は諦めてたんですけど、まあ、この水槽に、ね、なったら絶対買おうと思って、購入したら、まあ、もうすぐに規制に入ってしまったと。まあ、非常にね、残念ですね。これ多分ね、買いたい人たくさんいると思うんですよね。こんな可愛いのに、こんなに可愛いんですよ、ガーって。でね、餌取りもそんなに上手じゃないの。ほんとめっちゃ苦労して餌食ってますから、この子。なんでこれ規制しちゃったんだろうなっていう思いしかないですよね、今頃。本当に、まあ、あの、放流がね、されて、多分アリゲーターガーかなんかかな、寒さに強いガーがね、池に、まあ、あの、定着してしまって、非常にね、迷惑を被るということで、規制の対象になってしまったというところがあると思うんですけど、それについては一部だけだと思うんですけどね、日本の冬を乗り越えられない子については、全然規制かけなくていいんじゃないかなと思うものの、まあ、残念なところですね。はい、この子もね、何年経つかな、6年、7年、もっとかな。多分ね、初代のね、アルティマと同じ時期に買ってきてると思うんで、まあ7年か8年ぐらいかになりますね。まあ、サイズはね、今50センチぐらい。で、餌はね、割と何でも食べてくれますね。ただ最近冷凍餌やり始めてから、人工飼料よりはね、まあ、冷凍餌好んで食べるようになって、お腹がね、ブク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 、これ太ってるんですけど、これあの、ノーザン教団さんってご存知の方もいると思うんですけど、ノーザンさんに聞いたら、これメス個体なんじゃないのとかですね、卵持ってるかもしれないよって言われたんですよね。もし規制がなかったら、ね、もう 1,2 匹ガーを購入して産卵とかね、させてみたいとかっていう思いはちょっとあったんですけどね、叶わぬ夢ということでね、非常に残念です。ちなみに買った時は多分3000円しなかったんじゃねえかなと思います。3000円ぐらいですね、スポッテッドガーの、制御ということになります。
はい、じゃあ続いてはね、もうここからは底物になります。ポリプテルスね、今ね真っ白なポリプテルス映ってるんですけど、これがねプラチナエンドリケリー、これねレイスさんでね購入させていただいた個体になります。これがね迎えた当時は20センチくらいだったかな、だったと思うんですけど、今ではね30センチぐらいになってます。ちょっと隠れちゃった。この子ね右目がね失明しちゃってるんですよ。飼育始めてちょっとしてからね、なんかね目が充血し始めたんですよね。水温上げたり水替えしたりとかいろいろしたんですけどね、全然ダメで、片目がね人間でいうところの白目がね覆いかぶさって黒目を蓋してしまってるような感じになっちゃったんですよね。左目はね見えてるんですけど、まあ残念なことにね右目は見えてないという状況ですね。で餌の方はね何でも食べますね。だいたい鎮火性の餌ならうちではねボトムズを与えてるんですけど、それも食べるし、冷凍餌が落ちてきても食べてくれると。ただね食べ過ぎてひっくり返らないように注意するのがちょっと大変かなというところですね。だからこの水槽のね餌の管理という意味では、この子がねどんだけ餌食べたかっていうので、翌日餌抜いたり少なくしたり鎮火性入れなかったりとか、まあその辺のね工夫をするようにしています。ちなみに購入当時はねこれで10万円ということでしたね。はい、じゃあ続いてね手前出てきてくれたんでこの子行きたいと思います。この子はねアクアスタイル G さんで、お迎えさせていただいたナイジェリア SP ですね。来た時20センチぐらいだったかなと思うんですけど、これが今30センチぐらいですね。この子はねなかなかちょっとね私の手元では大きくなってくれないなっていうのがちょっと最近思っているところです。実際ねまあエンドリよりは成長遅いのかもしれないですけど、もうかれこれ2年近く経つと思うんですよね。思うんですが10センチぐらいしか大きくならなかったんですよね。まあ餌のね周りもこんだけ底物がいますんで、ちょっと悪かったっちゃ悪かったのかもしれないですけどね。確かいくらだったかな、18,000円ぐらいだった気がします。ちょっと私も当時の金額覚えてないですけど、この子の特徴はねこのお迎えした時ねめちゃくちゃ茶色かったんですよ。それがすごいかっこよくて、今もなんとなく残ってるでしょ。このバンドの合間合間がねちょっと茶色っぽいでしょ。バンドが黒か緑か深緑かみたいな感じになってる間が、これがね大きくなってねもっとはっきり色出てくれたらね絶対かっこよくなると思ってるんですよ。だからね大事にねこれからも育てて大きくしていきたいと思います。はい、ありがとうございました。 SP さんまたね。はい、続きまして底物ということでこちらコンギクスですね。これもね私がね購入した理由はね、コンギクスってねすげえ遊泳力が高いというかねめっちゃ泳ぎ回るっていうポリプテルスらしいんですよね。まあサイズとしてはビキールに次ぐ2番目、ポリプテルスの中では2番目に大きくなるサイズだ、種類だということでしたんで、非常にねちょっとその辺なんかじゃあ泳ぎ回るんだったら楽しみだなと思って、ポリプって結構こうじっとしてること多いじゃないですか。だからそれをねちょっと覆してくれるそういうポリプならぜひちょっと飼育してみたいなっていうと、あとサイズ的にでかくなるっていうんでちょっと楽しみだったんですけどね。今多分ね周りがでかくてサイズ感よくわかんないんですけど、これ40センチぐらいで買ってきてからねこれもね4年か5年経ってると思うんですよ。で買ってきた当初はねやっぱり20センチぐらいでしたね。これはね通販ですね、ヤフオクだったかな、確かに5000円ぐらいだったと思うんで、多分ブリードなんじゃないかなと思います。コンギクスをブリードってしてるのかどうかちょっと私もよくわかんないんですけど、そんなにワイルドで安いことないと思うんで多分ブリードなんだろうと思いますけどね。でも柄がね結構はっきりしてて綺麗でしょう。これだからねこれもね早くちょっとでっかくなってくんないかなって思っているんですよ。最近ちょっとずつねなんか餌食いが上がってきて、ちょっと大きくなってきてるような気がするんで、これからもね、大事に飼育していきたい一匹です。はい、続きましてロングフィンエンドリケリーということで、これがね実は2匹いるんですよ我が家。この子とこの奥の子、この奥の子もねロングフィンなんですね。これがね2年前ぐらいだったかなと思うんですけど、当時ねラフレシアさんとレイスさんに入ってきてね、ちょっとロングフィンって私飼育したことなかったんで飼ってみたいなと思って、でエンドリーのロングフィンがねでっかくなったらめっちゃかっこいいんじゃないのと思って、購入させていただいた個体です。まあなるべくね茶色っぽい個体がいいなとかって思ったんですけど、なかなかそんなにね選ぶあれもそんな数がねたくさん入ってたわけでもないんで、その中からね、できるだけ私の好みに合うものを抜かせていただいたということです。ほら尾ひれめっちゃ長いでしょこれ。
で一番ねロングフィンで大事なのってこの鼻管っていうんですか、この鼻のところのこの管が2つ出てますよね。これがねめちゃくちゃ長いっていうのが特徴らしいんですよ。だからこれが長いとロングフィンの証明みたいなね、いうことを言われるそうです。この子たちもねあのエンドリーなんですよね。ベースはっていうか、まあ、エンドリーのねフィンが長いヒレ長なんですけど、まああのエンドリーっていうと僕ね10センチぐらいから1年で40は超えるイメージがあるんですけど、この子買ってきた時やっぱ20センチぐらいだったんですけど、今ねこのロングフィンだからっていうのもあるんかもしれないけど、フィンの最後まででだいたい40弱くらいなんですよね。まあ2年ぐらい飼育してこれってね僕の中ではねやっぱちっちゃい方ですよね。僕の中ではですよ。だから、まあ、プラチナ同様ちょっとこういう特殊な個体っていうのはね普通のエンドリーと比べたら成長速度は遅いのかなっていうのが今ね飼育している時に思ってます。であとちょっとねフィンが長いせいで結構ねかじられたりするんですよね。この辺ちょっと見えるかな、これ白くなってるでしょ。この辺ねかじられてるんですよね、たまに他のポリプたちに。だからそういう意味でねこの子たちをきれいに飼育するんだったら、まああんまり公営環境っていうのは好ましくないかなっていうところですね。ちなみにお値段の方はどちらもだいたいね5万から5万5千円ぐらいだったかと思います。はい、それではね次の魚行ってみたいと思います。はい、続きましてこちらプラチナの向こうにいるのなんだかわかりますかね。これねカミハタビキールなんですよね。これもね来た時めっちゃかっこよくて外彩があって、すごいねあの茶色と緑の組み合わせ、僕ね茶色好きなんですよね基本的に、まあ、緑も好きなんですけどこの幼魚はいいぞと思ってね、これもねアクアリウムプロショップピンポイントさんでね購入させていただいた1匹なんですよ。確かね2万円ぐらいだったかな、1キュッパとかねそれぐらいの価格帯だったと思うんですけど、まあ買った時からするとだいぶ大きくなりましたね。もう40にはなってますね。これも2年くらいかな、2年か3年なんですけど、ちょっとねビキールは多分ねここで40ぐらいで1回ね止まっちゃうんじゃないかなっていう気はしてます。前回ねフィッシュモンキーさんから教えてもらったんですけど1回止まるらしいんですよね、でかくなる魚種でも40とかそれぐらいで、でそこで1回止まってからまた急にグンとでかくなるらしいんで、またねしばらく様子を見てこれがねどんな風に成長していくかね、しっかり観察していきたいと思います。もうこれをね、どでかくカミハタビキールのね60とかねまで育てられたらすごい、いいんじゃないかなと思ってます。はい、じゃあね次の魚行ってみたいと思います。はい、で続きましてちょっとごちゃごちゃしてて申し訳ないんですけど引き続きポリプテルスで、こちらがねチャド産のビキールということになります。これはね金田さん、どこだったかな、どこの金田さんだったか忘れましたけど、で購入させていただいたね、今ね55センチは超えて60弱まで来てますね。これめっちゃでかくなった。来た時はね何しろ40ぐらいだったんですよ。でこれも多分7年ぐらいになりますね飼育して。で今ではこう柄がすっきり入ってますけどね、ほら綺麗でしょこれ、めっちゃかっこいいんですよこれ。だけどね購入してきた当時はねもう全部緑、もう柄なんて全然見えなかったの。でまあまあライブとかでもねお話しさせていただいてるんですけど、この子ねどうやらそのお店の管理上赤虫で育てられてたらしく、だいぶひねてたんですよ。なんか全然食わないし生き餌食わないし、なんならペレットっていうかね人工飼料の方が食べるぐらいな感じな子だったんですよ。で最近でここ2年ぐらいかな、やっとねちょっとずつ冷凍餌食べるようになってくれて、まあ、成長のスピードもね上がったかなっていう感じですよね。だからこれもねビキールって最大どれぐらいになるのか私もね飼育下でねどれぐらいになるのかちょっとよく分かってないんですけど、今ねポリプの中ではねエンドリがだいぶでかいんで、まあそれをね、超えるぐらいのサイズになってくれたら嬉しいなと思っております。ちなみに購入した当初は確か2万円ぐらいだったかなというところですね。はい、それでは次の魚行ってみたいと思います。はい、続いてですねちょっとねだいぶ奥まってるんですけど、これ、ね、ポリプテルスアンソルギーになりますね。これもね柄がね私の中ではね正直ちょっとビキヒルに似ててね、たまに髪肌と間違えるんですよ、ね、俺どっちだっけとかなるんですけど、確かブロッチ模様っていうんですかねアンソルギーって、ブロックみたいなのがなんか入る
ような柄だったと思うんですけど、ちょっとね分かりにくいんですけど、これがねアンソルギーですね。これも買ってきた時にまあちっちゃかったな。これアンソルギーは確かね十何センチで買ってきて、なかなか大きくならなかったんですよ。これももうでも4年ぐらいになりますね。で今40センチちょいちょいってところで、餌はね何でも食べてくれるんですけど、やっぱりちょっとポリプって総じて私の家ではそうなのか知らないんですけど、餌取りがあんまり上手じゃないですね。しばらくね鼻の前でフン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 やってるうちに気がついたらアロワナに餌食われてるってことがよくあるんで、まあね餌がねなかなかしっかり回ってなかったから、もしかしたら成長がね遅れちゃったのかもしれないですね。この子はでもそうですね、いくらで買ってきたかな、3000か4000、4000ぐらいだったかなと思います。多分ねコンギクスと同じぐらいの価格で、これもねヤフオクかなんかで購入させていただいたことになります。あーもう隠れちゃった。いつもだったら前に出てくるんですけどね、今日はちょっとなかなかご機嫌斜めで前に出てきてくれないんですね。はい、それではね次の魚に行ってみたいと思います。最後の、ポリプテルス紹介ということで、まあ、我が家のね、重鎮ポリプテルス、もうねこれね一番古い魚なんですよ。この間までねデルヘッジもいたんですけど、およそね11年になります、育てて。あ奥行っちゃった、奥行っちゃった。この太さ分かります？他の子と比べて全然違うの。この横にいる子たちと並んでもうこれですよ、この太さの違い。これね人の腕ほどの太さがあります。これはね11年前に金台さんでね、購入してきたんですね。で当時はねもう本当小指ぐらいのサイズだったんですよ。こういうリーカー下手したらもっとちっちゃいぐらい。だからミニキャットとかね与えてたんですよ最初。でそれがね1年で42センチまででかくなって、当時90センチ水槽だったんですけど、今はねまあ最近水槽入れ替えのタイミングで測った時には 58.5 センチだったんですけどね、もうちょっと大きくなって60いってくれたら嬉しいなとは思うんですけど、こんなにね立派に育ってくれました。だってこれ2000円ぐらいですよ買った時。もう値段じゃないんですよねやっぱりね、一緒にいるこのなんていうんですかね時間がね非常にありがたいなと思わせてくれる一匹です。あー隠れちゃいましたね。あ出てきた出てきた出てきた。はい、こんなにね可愛いんですよこのポリプテルス。ということでね、ポリプテルスはここで終わりにしたいと思います。はい、じゃあ続きましてね、ネオケラトゥドゥス、これトゥドゥスちょっと その辺の発音言い方がよくわかんないですけど、これねこれはあの埼玉のね、アクアリウムのマーベラスさんでねアロワナ専門店かな購入させていただいた個体なんですが、まだ飼育して1、2年ですかね、買ってきた時は20センチぐらいで超でかいオタマジャクシみたいな感じだったんですよね体型が。これちょっと見てもらいたいんですけど、これこのずんぐりむっくり体型わかります？これねショート個体なんですよ実は。あの普通ノーマルだとねこの太さだと多分もっと長いんですよ。だけどショート個体なんでこの太さでもまだこのサイズっていうね、めっちゃ可愛いんですよ。このプニプニしてるでしょうか。うわめっちゃ可愛いこれ。あーもう本当ねゆっゆったりゆったり泳いでて、なんかこう餌はねいやブロッコリーとか食べる動画とか出してる方いるじゃないですか。バナナとかね、確かバナナは違うか、あれはあっちか、何したっけ、すっぽんもどきか、なんかでも野菜系食べるイメージあったんですけど、全然そんな与えたことないんですけど、冷凍土壌とかね普通に食います。冷凍のワカサギとかも何でも食べてくれる。ほんともちろんね人工飼料もねバクバク食べるしね。で糞がすごい、とにかく糞がでかい。この子がうんちする、うんちした日にはね水槽がマジで濁ってるぐらい糞がでかいんで、なんか今日濁ってんなと思ったらこの子の糞がねゴロゴロ転がってたりします。でびっくりするのがこのサイズなんですよ。これちなみに水槽の真ん中ってこの、セパレーターのこの継ぎ目のあたりなんですけど、これ超えてるんですよもう。だからね頭を横にあそこにドンとつけて、尻尾の先先端がこの真ん中まで来るんで、多分ね75は超えてると思います。すごいね迫力ですよ。だってあの太さ今ね横にいるのこれダイナミックレッドなんですけど、ダイナミックよりちょっと細いぐらい、もうわけわかんないでしょ。体高がだってアロワナと同じぐらいでまん丸なんですよ。よくわかんないんですよね。こうやってやるとこれ20センチなんですけど、20はないけど15は超えてんじゃねえかっていう感じしますね。
皆さん、あの15センチっていうとね、もう人間の腕じゃないんですよ。多分ね、ふくらはぎとか、もう太ももだと言い過ぎだけど、太ももは多分20センチぐらいありますけど、もうふくらはぎサイズかな、うん、ふくらはぎサイズぐらいあります、この子。だからね、めちゃくちゃでかいし、可愛いし、存在感抜群なんですけど、来たのはね、だいぶ新しいのに、もうこの水槽のね、まあ、メインの1匹に、まあ、なってきてるかなと思います。だからもしね、ネオケラを飼いたい、ね、飼育したいっていう方は、このサイズにはね、十分注意していただきたい。またね、100年生きるとも言われてますんで、非常にね、長寿なので、その辺も考えてね、もし飼いきれなくなった場合どうするかね、サイズ的にもう、あー1メーターになっちゃって、ちょっとうちの水槽じゃ無理だなーってなった時に、例えば引き取ってくれるショップさんがね、いるのかどうかとか、あるいはね、友人とかね、欲しい人がいて買ってくれるとかね、まあそういうのをね、よく考えておかないと、本当にね、20センチぐらいのちっちゃい時に買っても1年2年でもこんなになっちゃうんで、十分ね注意して飼育していただきたい、魚かなと思います。はい、はい、ということでね、まあ、我が家の飼育業の紹介と、まあ、いうことでね、させていただきました。ちょっと金額の方は計算してないんで、この後出しておきたいと思います。今多分出てると思います。黒斑点でドーンと出て、総額いくらみたいな、ね、感じになってると思うんですけど、まあね、アクアリウムというよりは、まあ、大型魚界隈だと私って結構ミニマムな方なんで、結構ね、1500の900の600水槽で、まあ、オーバーフローなんですけど、これでね管理してるっていうのは、まあまあ割と入り口みたいなサイズだと思ってください。だから本当のね、大型魚のマニアさんたちっていうのは、当然1800の900、600水槽であったりとか、あるいはね、もっとでかい2400、あるいは3000、もっとね、それ以上の水槽サイズを持っている方もいらっしゃいますし、私みたいにね、こんな光栄じゃなくて、逆に本物のマニアさんっていうのは、こういう水槽サイズでも、例えばアロワナ1匹しか飼ってないとか、これ、歯科じゃないんですよ。それを大事に飼ってるっていう意味で、本当のマニアだと思います。だからたくさん飼ってるからいいんだ悪いんだとか、少ないからどうのとかじゃなくて、その魚をどんだけね、愛情を持って育ててるかっていうのがやっぱり一番大事なんじゃないかなと思います。もちろんね、僕はね、この光栄でやっぱりいつかね、交流の繁殖を夢見てますんで、これからもね、頑張って飼育の方をしていきたいと思っております。まあ、今後ね、動画の方については、水槽のね、設備をちょっと2024年でね、まあ、現状の水槽設備、土材関係の説明みたいなのをね、今後撮っておきたいし、あとはアロワナの光栄についてもね、動画として1本ちょっと出したいなと思ってます。まあ、これからもね、そういったところであったり、ショップ訪問、お宅訪問なんかもね、やっていきたいと思ってますんで、よかったらチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。